こんにちは、アンスリウム先生の向こうです。今日はうちによく来る問い合わせ、特にアンスリウムの管理におけるよくある問い合わせトップ3を今日は解説していこうと思います。はい、まあ、写真付きで話していきますので、もしまあお手元にアンスリウムがある方は、まあ、見比べながら見ていただければいいんじゃないかなと思います。まあ、よくある問い合わせなので参考にしていただけると思います。参考になったという方はコメントをいただいたりだとか、高評価ボタンを押していただいたりするととても嬉しいです。はい、またちょっとこういった情報は今後も配信していきますので、ためになったという方、もし今後もお付き合いいただける方はチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。さて、トップ3ですね。はい、まず一つ目ですね、花が落ちてきて肌だらけになったという問い合わせが一つ目に多いのはこれです。はい、アンスリウムは光をそれほど欲しがらない植物なんですけど、でもやっぱり光は適度に必要なんですよ。で、光がそれでも足りないっていう場合にこれが起きます。まあ、光って光合成をするときに必要なので、まあ、栄養分が作れなくなっちゃうんですよね。はい、なので要は花ってエネルギーがいるものであるっていう話を前回お伝えしたと思うんですけれども、それ当然そのエネルギーをだから得られないとなると、そういった花を落として葉っぱを増やす、葉っぱは光合成をして栄養素を集める組織ですから、そういった大ぐらいを捨てて、そういった生産部位をどんどん増やしていくという動きになっていきますね。なので、まあ、光不足が原因だっていうことなんで、まず明るい場所に移してあげてくださいと。はい、目安は痛くも、熱くもない、それぐらいの強さの場所に置いてみたらいいです。で、葉だらけになっていると、株元がこう葉っぱで埋め尽くされているっていう場合があるので、その場合は葉っぱを抜いてあげるといいと思います。で、葉っぱはできるだけまんべんなく株元に光が通るように髪の毛を、すくうイメージですね、全体的に量を減らしてあげるっていうふうにしてあげるといいと思います。で、減らす量の目安としては、まあ、全体の3割ぐらいの枚数にとどめておくと、まあ、何か株のトラブルが起きるなんてことがちょっと起きにくくなるんじゃないのかなと思います。これが1点目ですね。はい、で、2つ目です。葉っぱや花が黄色く枯れてきたっていう風なお話です。で、まあ、これはですね、水不足が原因と考えてほぼ間違いないと思います。なので、黄色く枯れた、黄色というものがイメージの何かが起きたら、水が足りないと思ってもらうぐらい、ほぼほぼイコールのこれは現象ですね。で、なので、まあ、対策としてはもう水をたっぷりあげてもらったら問題はないです。はい、で、これよく起きる人ってどんな人かっていうとですね、コップでチビチビ水をあげる人ですね。はい、コップチビチビあげると何が起きるかっていうと、土の中で水が通るその、まあ、通路というか水を通る場所が固定化されてしまうんですよ。なので一部の土だけはずっと湿ってる、でもその周りの土はずっと乾いてしまっているっていう状態が起きるので、その乾いているところにその根が生えていたりするとこういうことが起きてしまうというような、そういった経緯ですね。はい、で、まあ、黄色くなった花に関して葉っぱや花はもうこれ戻りません。なので株元から切ってあげるのがいいと思います。まあ、茎まで黄色くなったら根元からポロンと抜けるようになりますので、ハサミは使わなくてもいいとは思うんですけれども、まあ、ちょっと怖いという方は株元からチョキンと切ってあげるということがいいんじゃないかなと思います。この枯れる場所なんですけれども、基本的に株元の方から枯れていきます。土に近い部分からこの葉っぱや花は黄色くなっていきますので、結構水不足っていうことは結構分かりやすい現象ですね。まあ、なぜじゃあ株元から枯れるのかに関してはまたちょっと別の機会にお話しさせていただこうかなというふうに思っています。最後ですね、葉っぱが茶色く枯れたっていう場合ですね。で、花が落ちて元気がなくなったっていう場合です。で、これはですね、まあ、ちょっといくつか原因があるんですけれども、基本的には根腐れっていうのが原因になっていることが多いです。で、じゃあなぜ根腐れが起きるのかっていうと、その原因で一番多いのが、水のやりすぎがによるものが一番多いと思います。まあ、実はその水不足によっても実は根腐れって起きるんですけれども、まあ、ケースとしてはまだ少ないですね。
ただどっちかというと水を与えすぎてもうなんかこう土がもう水でもどっしり重くなってる状態が続いてしまってなんかこう腐ってしまったっていうケースが一番多いですね。はい、なので例えばなるのはもう2週間に1回の水でいいっていうふうにお伝えしたんですけどにもかかわらず毎日やっているとかそういう人だともう土が乾く暇がないんですよ。そうなってくると根がもう窒息してしまうっていうようなことになって腐ります。根って水分とか養分を吸い取る器官なんですけど実は呼吸もしてるんですよ。なのである程度空気も必要なんですよね。なんですけどもうやりすぎちゃうことでその空気の層が追い出されちゃうんですよね鉢の中から。なので、窒息して腐るというのが分かりやすい原因なのかなと思います。なので、まずやらなきゃいけないのはまず水控えましょうと。で、移してください。場所を風通しのいい場所に移してもらってできるだけ鉢を乾かしてあげてください。はい、で多分これを動かす直前っていうのは鉢を持ってみるとずっしり重いはずなんですよ。はい、なので、その重さをある程度覚えておいてで乾かせる場所に移して水を控えて乾かしますと。である程度鉢がなんか軽くなってきたな土の表面が黒からちょっと茶色くなってきたなって思ってきたらその時に初めて水をあげてもらったらいいと思います。ただこれはどのタイミングで水をやるかどうかに関してはちょっと時と場合とかそのケースによって変わるので一概にこうしたらいいですよっていうことが言えないんですよ。なのでそこはちょっとこれぐらいのちょっと説明しかできないっていうのは非常にちょっともどかしいんですけれども、こういうもんであるというふうに考えてもらったらいいんじゃないかなと思います。でこの3つ目のこの症状に関してなんですけどこの水がやりすぎて、根腐れを起こしてしまったっていう株は基本的には元の状態に戻らないと思ってもらった方がいいぐらい時間がかかります治るのに。で、うちでもそのダメになったやつを直すんですけどやっぱ直すのに何ヶ月も時間かかっちゃうんですよ。なのでできればそういうふうな手遅れになる前に水やりをしすぎたんじゃねえかというところをちょっとまずはちょっとこう振り返っていただいてできるだけこのその水のやりすぎの状態を早く脱却させるっていうことを考えてもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、まとめます。今回よくある問い合わせ3選ということでトップ3ということでお伝えしました。1つ目が花が落ちて葉だらけになったと。でこれは光不足が原因ですので、明るい場所に置いてもらって葉を間引いてくださいということが1つ目です。で2つ目は、葉っぱや花が黄色く枯れた。黄色はもうこれは、水が足りないサインですと。なので水不足が原因であると考えてもらって良いです。なので水をたっぷりとメリハリつけてあげてくださいということが2つ目で、最後は葉っぱが茶色く枯れてしまった、元気がなくなったというものに関してはこれは水のやりすぎがほぼほぼの原因です。なのでまずは水を控えてください。水やりのタイミングを見直してください。で、まずその後に水をやる前にまず株を乾かすことを考えてください。で、適度に土が乾いてきたなというふうに思ったら水やりを再開してもらったらいいと思います。はい、で、この内容も、前回と同じくこれに書いております。はい、これの右側ですね、こちらの方に今書かせてもらってますので文字として見たい方もう一回見直したい方はこれを見ていただければいいんじゃないかなと思います。はい、今回は以上です。ご清聴ありがとうございました。